はい、おはようございます。週刊情報の田中です、ここは台湾です。ですね、台湾でもこうやって、ウキレレの販売を私はしています。今ここにあるのはですね、北斎の作品ですけども、北斎に限らず北斎、広重、歌麿、その他国吉とか、いろんな明治の版画、川沢世代、大正時代、昭和の版画、いろんな版画作品が日本にはあって、世界で大変珍重されてます。多分ですね、いろんなあの品物の栄光性水ね、耐えしたりあるんですけども、浮世絵の価値というのは普遍的に、ちゃんとこれからもずっと評価されていくものと思います。ぜひですね、お家に、浮世絵をお持ちの方はですね、集荷堂まで取り寄せください。はい、よろしくお願いいたします。